こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、先日ね、ちょっとね、ある電話がね、突然かかってきまして、全くね、見知らぬ人からね、かかってきたんですけど、まあ、出た時にね、探偵事務所って言ったんですよね。何々探偵事務所ですね。ちょっとね、名前も忘れてしまったんですけど、探偵事務所からね、電話が来て、何調べられてるかななんて、そんなことをね、思いましたら、まあ自分がね、一番最初にネットビジネスを始めて、一番最初にね、商材を買った、まあ、IC としておきましょうか。まあ、わかる人はね、わかると思うんですけど、まあ、IC、そのね、方についてちょっとね、調べておりまして、まあ、そのね、方の商材を買った中にね、まあ、リストの中に、あなた様のね、竹下さんの名前があったので、ちょっとね、電話をさせていただきましたみたいな、そんなねことでね、そのね方、まあ、知ってますよってね、そんなことをね言って、それでまあなんかね、その方にで、まあ、何か知ってることがあればね、教えてもらいたいと思いまして電話しましたみたいな、そんな感じでね、あ、別にいいですよって言ってね、まあ、時間あったのでね、ちょっとね、まあ、話をね聞きましたら、まあ、そのね、商材、たくさんのね、商材その方売ってきて、まあ、それでね、まあ、名前出してみようかな、まあ、あるコインはね、すごくね、バーンってね、上がって、すごくね、みんなね、いい思いをしたんですけど、あと、その他のもの、ほぼね、全滅みたいなね、そんなね、感じで、自分もね、その方のね、商材の中でいくつかね、買って、まあ自分はね、そのバーンっていったコインではね、ちょっとね、美味しい思いさせてもらってるし、まあ他のはね、まあ全部ダメだったんですけど、僕はね、一番最初にその方のね、商材を初めてね、買った時に、まあ特典動画っていうものをね、いただいて、それね、それによって自分のね、人生が変わるぐらい、まあ本当にね、自分がね、大きくね、まあ成長できたんで、全然ね、恨んでもいないし、逆にね、感謝したいぐらいですよ、みたいな、そんなことを言ったらね、その方、そんなことを言う方、初めてです、みたいな、そんなね、こと言って、みんなね、なんかね、とっ捕まえて、ぶん殴ってやりたいとかね、お金返してもらいたいとかね、そんなことをね、みんなね、言っているんですけど、自分だけでなんかね、そんなことを言ったって言ってね、いや、そんな意見初めてですね、みたいな、これもね、貴重な資料になりますんで、ちゃんとね、こう控えておきますみたいな、そんなねことをね言われて、自分もね、そんなことがね、まあ本当にね、お金をね取られて、何もね、ただ取られるだけ取られただけっていう風にね、そんな風に思ってしまうと、やっぱりね、怒りとかそんなの出てくると思うんですけど、それ以外でね、受け取ったものっていうのはすごいね、自分はね、大きかった。本当に自分がね、成長できたのはね、その特典動画、まあ根本的なね、考え方がね、本当にね、変わったのがその特典動画だったんじゃないかななんて、そんな風にね、思いました。それで自分がね、一番ね、その中で印象にあるのは、まあ、主体性っていうものですかね。全ての責任はね、自分の中にあるっていうようなね、そんなね、自分にあるっていうような、そんな、ことなんですけど、まあ、それまではね、自分はね、いろんなことをね、人のせいにしたりとか、自分には一切責任はない。まあ、自分のね、こう、そういうネガティブなね、感情っていうものをね、まあ、っていうのは全部ね、人のせいなんだ。自分がね、何かできないのはね、人のせい、他人のせい。まあ、例えば、まあ、女性みたいにな、みたいに、まあ、子供も産めないような、そんなね、体にね、産んできたのは親のせいっていうふうにね、していたりとか、まあ、自分の生活がね、良くならない、給料が良くならないのはね、会社のせいって言ったりとか、あと、まあ、国のせいとかね、本当にね、周りのせい、雨が降ったのはやっぱ天気のせいとかね、そういう、それでね、そのね、今雨の降ったのはね、天気のせいとかね、まあ言ったのですけど、まあそこでね、まあ傘を忘れてびしゃびしゃになったのは本当はね、自分のせいなのに、なんと突然雨なんて降りやがってみたいにね、このクソ雲みたいな、そんなね、それはね、
あの雲だって自然現象しょうがない、まあ、雨だってねしょうがないけど、まあそれをね文句言うの、それをね雨降ったのもね自分のせいぐらいにね、そういうふうにね思いなさいよみたいな、そんなね感じで、その動画っていうのでね、本当にね、ああ今までね人のせいにしすぎていたなってね、そんなこともね思って、まあそのね、まあ、ネットビジネスやり始めたものはね、まだね感謝とかねありがとうとか、そういった、まあ、言葉とかね言霊とか、そういったものも全くね知らずに、まあ、いた中、まあ、そういったね動画を見た時に、ああすごいな、こういう考え方しないと成功できないのかなとかね、まあそんな風に思って、まあ、そのね仮想通貨だったり、まあなんかそんなね情報商材買う、まあ今だとねなんかそういったの見ると、あこれ稼げないなとかね、これ稼げるなとか、これね頑張れば稼げるじゃないかとか、そんなのはねすごくね分かるようになって、まあ自分もね今取り組んでいるものはね、自分が頑張ればね本当にねお金にもなるし、頑張ればね頑張った分だけね収入になるっていうのがね分かってるんで今やってるんですけど、まあ当時はね本当に全く分からずに、ただねなんか自分の欲だけでね、まあそういったものに手を出してしまって、まあよくよくね考えるとね、なんかね、まあギャンブル的な要素あるからこれはねやめた方がいいなとかね、今だったらわかるんですけど、当時はね全くそんな知識もなくて、ただただよく、まあ本当に、あこれやればね億万長者になれるんだみたいなね、そんなねもう欲のね塊でしかなかった。だからねもう本当にね、いろんな、ね、ものをすぐねポン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 、何かうまくいかないと次、何かうまくいかないと次ってね、どんどん、まあただねこうお金支払いだけが増えていくみたいなですね、そんなね感じだったんですけど、でもねそのね特典動画をね見ることによって、自分はね大きくね、まあ、買われたっていうのがありますんで、本当にね支払った金額よりね何十倍何百倍ってね自分はね得をしたなってね思ってるんで、本当に逆にね自分は感謝してますよなんて、そんなことをねまあ言って、まあまあ弁護士さんじゃないね、探偵事務所さんもね本当に驚いていた、まあそんなこと言う人いなかったからびっくりですみたいな、そんなね感じでね、まあじゃあこれ参考資料に、ね、なりましたね、いい、まあ、参考資料になりましたね、また何かね分かったりとかそんなことしたら、まあ教えてくださいとかね、また何かあったらご連絡しますでね終わりたんですけど、でもね、まあまあ、周りの人はねまだねもう何年も前、もう4、5年、5年ぐらい前のね、そんなねものなのね、なのにまだねそんなことでね、まあまあこれ訴訟もねやってる人もねいるようなね、そんな話をねちらっとはね聞いたんですけど、でもねまあその特典動画ねみんなもらったの見てないのかなとかね、そんなことも思ったし、何にもね響かなかったのかなとかね、その特典動画、そんな風にね逆にね自分はねちょっと疑問になってしまったんですけど、まあ自分がね本当に世間知らずっていうか物知らずだったから、それがね響いたのかもしれないし、ちょっとねその辺はわからないんですけど、自分はとにかく、まあ本当にね今まで他人のせいにしていたことを、まあ自分ごとと捉えるようにねなってから、本当にねなんかどんどんね物事がねうまくいくようにもねなりましたので、そんないつまでもね他人のせいにしてこうそうね、他人はね変えられないとかよく言いますけど、まあそこでね文句言ってたって本当に何にもね変わらないので、やっぱりね自主性っていうかね主体性を持って主体的にね、まあ動いていくっていうようなね、そんなことをねした方がいいななんて、そんなことを思ったので、ちょっとね今日こんなことがあったっていうことでね、まあ昔ね自分が買った情報商材のねことで、まあ探偵事務所からね電話があったっていう、そんなねことをねちょっと話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。